はい、では開始となります。では原田健さんが、2位通過ですの先行ですね。はい、エルフの神秘化でスタートいたしました。はい、安家さんはフェッチを置いて3エンド、はい、で2ターン目。そもそもちょっとメインデッキこれかなり厳しい勝負ですね、はい、あ、なるほど。やはりドレッジというのは除去がないデッキなので、はい、システムクリーチャーに弱い、はい、つまりその巻き付け蛇に対して除去を打つことができないので、はいはいはい、ちょっと自分のプランを押し付けるしかない、はい、そうですね。よほどの分回りならば別なんですけれども、マリガン3回していて、しかもまだ今のところデッキを掘れていないので、はい、鱗も着地してしまいました。花音さんも土地がないのかな、今緑だけ、まあ、そうですね、ラノワールのエルフが出てきている、はい、お、ここでヌイシェの供給者3枚します。が立身出世ナルコメーバ、島とということで、ナルコメーバが今落ちたので場から出てきますね。今原根健さんが、ね、立身出世のテキストを確認しております。こちら、上のモードというか墓地にあるモードが、はい、墓地にあるモードは、プラス2プラス0速攻クリーチャー1体与える。なるほど。あまり使われることはないんですけれども、はい、あの結構2マナと軌道が軽いので、あの同じく軽いアンコウと組み合わせて3マナで7号速攻が走っていくみたいなこともありえますね。はい、基本的にはそうですね、はい、表が、縫い石の競技者やサテロスの道探しを場に戻すという役割なんですが、はい、そして原田健さんの方ですね、先ほど出ましたマナぐらいのハイドラが着手いたしまして、これ唱える と、突然3-3になって次となると5-5とどん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 クライマックスですね。おすでにここでクライマックス、はい、はいはい、安井さんの方は1-12体殴ると、ここはスルーですね。はい、さて第2メイン土地を置きました。はい、道から、さあここは土地は何色を持ってくるんでしょうかね。手札を確認していますね。はい、アクアスティン基本土地を持つですね。はい、さあ2マナ、そうですね、お互いに自分の動きを押し付けるデッキなんですけれども、はい、そうですね、ドレッジ側は動きが芳しくなく、はい、巻き付け蛇側は勝ちパターンが出来上がっているというような感じで、はい、ここで、サテルスの道探し4枚落とします。グルマグ南光集団的蛮光、ヒゾの保護隊立身出世ですね。はい、これで一応、まあ、ヒゾの保護隊が墓地に落ちましたが、まあ、墓地から、ね、蘇ってこないと帰ってこないので、ヒゾの保護隊も原根さんの方も、土地が1枚止まっておりますね。さあここからどうしていくのか、墓地確認してますね。はい、そうですね、ドレッジ側はパワータフネス的なサイズで言えば、はい、そのマナグルマグのアンコウが最大サイズなんですけれども、はい、お、さらに、いやー、これは厳しい。さらに硬化した力を張ると、つまり、まあ、1個となるともう3つ乗ると、はい、あそして防災歩行機械88、これは、2でとの、X1 なんですけれども、もちろん3つ乗って出てきます。6マナ相当でここで着地すると、さあこれで半ぐらいのハイドラは今7個乗っている。つまり88トランプル、3マナ88トランプ、はい、恐ろしいサイズですね。はい、完成しました。さあここでどうにか返したいところではありますが、今ちょっと、はい、集団的蛮光、はい、これはハンデスモードですね。はい、2差落ちない、あ、じゃあハンデス確認して投了ということで、さすがに88と33の総裁放棄会出てしまうと、出てしまいました。はい、ちょっとマスではないと、まあ、ちょっと8パターンに入りましたね、はいはい、蛇側が、はい、トリプルマリガンも落ちてしまいましたの で、 そうです、ね、はい、ちょっとじゃあこのサイド5ですね、ちょっと挽回したいところですね。はい、そうですね、はい、お互いにちょっとサイドボードは何が入ってくるんでしょうかね。そうですね、蛇側にはそうですね、トーモッドの墓所が採用されています。はい、はい、これはすごくいいですね。はい、これゼロマナで相手のボス全て追放できるというカードですね。はい、募集っていうのは3万、あ、あれか、はい、いや、ただそうですね、トーモッドの募集以外に有効なカードはあまり取られていない、はいはいはい、取られていないですね。ただ、はい、そうですね、はい、トーモッドの募集以外のカードはおそらく入れない、そのつまりメインデッキ
機の動きを押し付けた方が有効ということですね。もともとのプランをそのまま続けた方がデッキとしてはいい、はいはい、ドレッジ側もその除去が、はい、少ないため、あの、はい、システムクリーチャーの有利を押し付けた方がいいということです、はいはい、ドレッジ側は何をこうサイドインするんでしょうか。おそらく悪意の調合、これ除去は追加しますね、間違いなく。今ですとサイドボードですと悪意の調合が2枚と、ね、エジッキが1枚、はい、残忍な切断が1枚が除去のサイドボードですね、はいはい、あとはそうですね、ゲトの裏切り者カリタスはダメージレースを破壊することができるので、はい、採用されそうですね。なるほど。お互いにその墓地を意識し合うゲームに、ああそうですね、お互いにそのドレッジ側の墓地を意識するゲーム展開になると思うので、はい、あの墓地に依存せずにその盤面だけで勝ちに、盤面と除去を入れることで勝ちにいけるカリタスはかなり有力だと思います。プランをちょっと変えて攻めていくという形ですね、はいはい、あとは冒涜された墓所、これあるかもしれないですね。墓地からクリーチャーが離れた時トークンが出るんだったかな、はいはい、これは、はい、リアニメートとかですね、うん、した時に、はい、一時間はい、そうですね、巻きつけヘビの弱点という弱点といえばですね、はい、やはり飛行に対する耐性のなさが言えると思います。なるほど。回避能力に弱いんですね。ただその歩行バリスタがいるので、はいはい、あのしかもそれがその大量のカウンターを持って出てくるわけですから、はいはい、あの4マナの起動型能力もあの1個ではなくて2個3個と乗ってくるデッキですから、うんうん、多少 の, あの飛行では大したことがないんですけれども、あのたくさん出せば話が違うということですね。なるほど。11が出るということで、まあ、カウンター1個で対処されてしまいますが、まあ、いくつ出せるかというところも、ね、そうですね、はい、やらないよりはマシということかな、はい。まあ、ここは結構かなり魅力を巻きつき蛇が有力、まあ、有利と、はい、そうですね。ただしドレッジ側にもやはりそのそうですね、巻きつき蛇側があの33以上、つまり秘蔵の保護体以上の、はい、能力サイズを持ったクリーチャーを出すのというのはちょっと時間がかかるというか、あの、はい、ちゃんとヘビや巻きつけヘビや鱗を置いてから出ないと、はい、あのなかなか準備が届かないんですけれども、はい、あのドレッジ側は、極論1ターン目にあの縫い紙の供給者からあの秘蔵の保護体を場に出すことができますので、はい、あの秘蔵の保護体をさっさと場に出してテンポよく殴っていければそのドレッジ側にも勝機はあるのかなと思います。なるほど。まあ、巻きつけの方はその、巻きつけ火やったりあの硬化した鱗を、まあ、キープ基準にしてくるという感じですね。そうですね。お互いにシステムの完成を先にシステムを完成させた方が勝つというか、はいはい、まあ、殴っていく攻め側になれるということですね。なるほど、なるほど。さあ入念にサッフルしております。さあ、ただいまですね、第12期フロンティア神挑戦者決定戦準々決勝の模様をお送りしております。今原根健太選手によります緑流巻きつき蛇対、安池海斗選手のドレッジの対戦をお送りしております。メインはですね、原根健太選手の緑流巻きつき蛇が1本取った状態でただいまサイドボードに移行中ですね。さあどうなるでしょうか。入念シャッフルしておりますね。こうして見るとフロンティアもなかなか独自な進化を遂げているというか、そうですね、はい、かなり分からなくなってきましたね、はい、どのデッキでもチャンスあるような展開になってますね。そうですね、あの緑黒巻きつきエビというデッキはあの以前はやはりコントロールにその全く勝てないということでやはり廃れたデッキではあるんですけれども、はい、ドレッジがそうですねコントロールに強いデッキですので、はい、あのそういうデッキが上に上がってきたからこそあのこの場所にいるのかなという感じがします。ちょっとメタゲーム回ってコントロールがちょっとだけ、はい、まあ、ちょっと分が悪くなってから、そうですね、緑黒巻きつけもちょっと上がってきたよと。やはりドレッジ強いですからね、はい、ただそうですね、あとは赤タンにもあの緑黒巻きつけエビはかなり有利というか、はいはい、そうですね、ヘビしかなかった頃ってやっぱりちょっと簡単に稲妻の一撃とかでヘビを交換されてあとはちょっとサイズの劣るクリーチャーしかいないみたいな展開があったと思うんですけれども、はい、硬化した鱗は赤タン触れませんから、なるほど、なるほど、かなり赤タンとも戦えるデッキなのかなと思います。なるほどですね、はい、まあ、ドレッジですね、まあ、フロンティアは発掘持ちはいないんですけども墓地から蘇るクリーチャーを大量に採用しているということで、まあ、モダンやレガシーのドレッジとですね似たような、まあ、展開となっておりますのでドレッジと呼ばせていただいております。さあ水池選手のドレッジは、どうでしょう、お互いキープですね。はい、じゃあドレッジから先行です。さあ1ターン目から動けそうですね、フェッチ切って縫い紙の供給者ですかね、はい、さあ草むした墓、これはショックインかな。
はい、職員から縫い師の供給者、これ一番いいスタートなんですか。一番いいですね。ただまあドレッジ的これキープしたとしても何が落ちるか分からないというデッキもあるので、はい、胸の結集蒸気の蒸気口あらちょっと、ちょっと外してしまった感じがあります。厳しいですね、はい。まあ、続けて何かそうです、ね、墓地を肥やす効果があればアクションができれば、はい、1段目おナロナルフ、はい、マナを伸ばしていきますね。はい、続いておっと鳴り込めば引いてしまいました。さあ、エプノの裁量、これはあれですね、墓地を肥やせる土地ですね。はい、あ、続きまして、殺戮の秘密探しで墓地をどんどん肥やしていきます。はい、島、群れの結集、一心出世、あとは憑依された死体ですね。これも2枚手札を捨てることによっても蘇ってくれるというクリーチャーですね。盤面をかなり強くしてくれるので、はい、強いカードですね。いや、しかしこれはどうだ。さあ、2ターン目の羽根さんの動きはどうでしょうか。こっちを置けば3マナ出して何か、まあ、ハイドラだったり、そうですね、ニッサマナグラのハイドラだったり、ゼンディガの代弁者ニッサだったり出すことができるんですけども、結構考えてますね。そうですね、土地がないのですか。あるないのかな、もしくは横で出すかか。あ、土地ありますね。あ、今見ます。ショックランド見えますが、はい、さあどれから展開するか考えているようですね。はい、そうですね、1マナで硬化したロコを持っている。そしてあ、これはあれですね、あのファストランドカラデシの、花盛りの地ですね。はい、花盛りの地ですね。はい、3枚以下でしたらアンタップインで出すこと。お、コプターですね。あ、コプター非常にこれもまたドレッジに有力というか、はい、そのドレッジに強いカードですね。ドレッジ思考クリーチャーって基本11、そうですね、ナルコエワったりトークンだったり、はい、はい、まあ、それもあるんですけど、やはりシステムに触れない、つまりルーティングを許してしまうんですよね。はい、なのでどんどんこれから、まあ、手札がどんどん良くなっていってしまいますね。そうですね、流れです。さあ、ここフレーズは、まあ、登場できないので殴っていきますね。そうですね、はい、1点1点2点と今16対17、お互いにな、ちょっと回うまく回ってない感じですね、どれっちも。そうですね、いや、ただ蛇側はもう準備万端といったところで、そうですね、鱗が出ているの で、 あ、そうですね、ここでグルマグ何個出してきました。さあ、5枚追放して、はい、1マナ実質1マナで出てくると。はい、そしてナルコメオス出しですね。これは普通の回転翼機のブロッカーにもなるという感じ、ね、そうですね。あとは、次のターンに悪戦苦闘を引けた場合は、はい、やはりその悪戦苦闘をそのまま打っていった方が、手札から悪戦苦闘と打つことで、クリーチャー1体につき莫大な追加アドバンテージを得られるので、はいはいはい、手札からない方はハンデスです。悪戦は手札からとなると、トランプルと、ダメージによるワンドロー付与で、あ、なるほど、苦闘の方は威迫と、ワンディスカード付与ですね。なるほど、ただ手札からとなるとドローができると。そうですね、感じですね、はい。さあ、浜田選手はさあ追加で何かクリーチャー出せるか。これはラノエルをあまり登場要因として使いたくなさそうですが、はい、さあ2マナなので、おこばりした、おこばりした出ました。これは2個乗っています。はい、2個で登場して3-3でアタック。さあ、ルーターします。ブロッカーにしなくても場に干渉できるカードが出てきたのはかなりドレッジが厳しいか、ね、ただグルモグ軟膏を直接止められるような、その搭載保護機関のようなブロッカーがいないと、これをバリスタで落とすのは一手間かかるので、はい、ここでコプター2枚目を捨てましたね。で、1個使ってナルコメを倒すと、はい、で、ブロック前に倒したことによって3点通るという感じですね。で、ライフが14、羽根選手がライフ16、安家選手ライフ14ですね。そしてベッチ切って、さあ 第2メインフェーズにて動きます。さあ、森を持ってきて、さあ後続アンコーとダメージレースをするのか、それともブロッカーが出てくるのかというところですね。さあ2マナで、さあ搭載動きが出てしまいました。おお、これは硬い。なかなかこれでアンコも殴りづらくなっているかもしれないですね。厳しいですね、これは。さあ、場には112体と551体、相手には22の搭載飛行機械、搭載航空機械が死んでしまいますと、11の飛行機械、飛行機械トークンがですね、2体出てくると。いや、このソプターがまたブロックの頭数を増やすことになるので、はい、厳しいですね。オーラダックですね。11はチャンソーマーアタックブロックされてしまうと打ち死にしてしまいますが、まあ、それはそれで5点通るので大丈夫という判断ですかね。はい、
まあ、これからどんどん遠く増やされるよりはここで殺しておいて、まあ、2体に留めておくという感じですかね。毎ターンその2個カウンター増えていきますから、さすがにそうですね、長引くとちょっと不利になって耐えられないという判断でしょう。はい、2体出てきました。いや、続いて道探しで墓地を肥やしていきます。4枚グルマグ難攻人の保護隊、ハイオール恐怖と一心出世、あ、これで、3点ドレインですね。ただ土地がないのが痛いかな。さあこれ追加で4枚目のランドがないので、ないですね、はい、ちょっと土地が欲しかったか。はい、さあ保護隊が思うように墓地から出てくれませんね。はい、そして原根さんのターンになります。ただシステムは万全、マナも4つ、なかなかいい展開ではあります。はい、ここがターニングポイントになりそうな予感がしますね。なかなか続いて後続を出していくのか。そうですね、もうアンコウの攻撃を通す気はないでしょうから、はい、アンコをブロックしつつ、逆にこちらはコプターで、ヘビ側はコプターでどんどん殴っていくのでいいんじゃないでしょうか。あまり何かをする必要がない。マナの追加にもコーバリスタがありますので、そうですね、アンコ以外はちょっとやられてしまうような。で普段にニッサがあるのかな。ここでニッサマイナスしてソプターでどんどん殴っていくプランというのもありえそうですね。確かにこれで2個乗ってしまいますとゴロゴロの飛行ができてしまいますので、オールアタックのプランはかなり有力だな、はい、さあ、まあ、ここはニッサ出ました。行きましたね。これで乗ってからマイナスで強い。あ、まあ一応考えてますね。そうですね、遠くを出すか。あ、そうですね、プラスしてアンコを全部その草で受けるっていうのも全然プランとしてあり得るので、さすがプラス1ですね。はいはいはい、スタックで、コプターを封じ着火して、ね、カウントを乗っていきます。いや、これでバリスタのカウントが増えてしまう、ね、っていうのはちょっと反則なのでは。とんでもない。で、飛行機回トークも33、これはゴーゴーきついですね。ゴーゴーもうアンコ大打ちもできる、はい、ゴーゴー飛行が33333、そうですね、やはり戦闘は飛行を持ってる方が選べるので、はい、さあここで332体と55で当たってくしていくかと考えますね。9点、あ、違う、6の11点、いやーもう全部いったら勝ってそうですけどね。まあ、ここで2体と、はいはいはい、まあ、とりあえずブラック側を残していく形になりました。なるほど、でこれで、まあ、前投手であれば8点、そしてドローして8点、はい、8点、で、そうですね、もうバリスタもプレイヤーでいいでしょう。これで、まあ、これでライフは6ですね。なの で、ね、まあ、ちょっとまあ、負けないプレイングというか、う、ね、手堅くいってますね、原田さんの、ね、悪戦苦闘を打たれた場合は200がつくので、はい、1体だけ2体使えば1体だけブロックできますね。なるほど、なるほど、あ、ロナイト乗せられていたのでカウント持ってますね、はい、ですが、いやー素晴らしい。まあ、アンコウもここは簡単にブロックされてしまう、ね、そうですね、ちょっとドレッジが落ちが悪かったか、あまり良くはなかったですね。まあ仕方ないところも、そうですね、フロンティアンドレッジはやはりこういう風にそのなんていうかドレッジ、はい、本当にモダン以下のドレッジのような発掘というキーワードがないだけあって、はい、そのキャントリップにあの墓地肥やしがおまけについてくるようなカードを多く連打して、はい、そのオチの中で秘蔵の保護体などが落ちることを期待するデッキなので、はい、やはりちょっとテンポが悪かったかというところですかね。はい、ここはフルパンしていきました。さあ、初休みの三ヶ島さんさんの飛行機回トークン、そしてバリスタで、アンコ止めていきました。ここはまあ、でもバリスタも起こさない、ここでカウンターを使って、まあ、残りのクリーチャーたちを、あ、ここはプレイヤーですね。あ、なるほど、これでライフを5にしてコプターがパー5なの で、ね、止めないといけない、はい、横に33飛行が2体いるから、うんうん、何しても手札ではちょっと解決できないか、ね、見えてるのが表示された、群れの結集、暴徳された暴走、暴徳された暴走、群れの結集、やはり、まあ、群れの結集で、まあ、ナルコメンバーが落ちてくれればまだワンチャンないのかな。あ、でも1体だけだと、そうですね、33、ね、2体なので、33、2体いますからね。うーん、やはり飛行がきれいに決まりましたね。はい、ここはただまあ逆転の余地は残されているかもしれません。考えてますね。でも上の結集で何か探すか
どうかというところだとは思うんですけど、いや考えてますね。群れの結集を打ってしまうと追加のランドが絶対に手札に入ってこないので、はい、あでも打ちますか。そうですね、はい、これしかないを期待しますか。左表示され出したいサテルスの水探し無意識への供給者、あとこういうところでちょっと、はい、投了ですね。はい、はい、見事原根健さん 2-0 ストレートで勝利いたしました。おめでとうございます。